こんにちは。石庵です。今週の石庵の面白い話場合は、パーキンソン病と診断される前の症状についてです。まあ、あくまでも私が経験上の上の話をしたいと思います。これは症状については個人差がありますので。で、まず、パーキンソン病の患者さんは今全国で15万人ほどいらっしゃいまして、1000人に1人か2人、一昔は1万人に1人か2人ということで、今は10倍ぐらいもう増えています。ストレス化社会にもありますし、平均寿命も伸びたということで、なぜならばこのパーキンソン病にも発症の年代が50代、60代、70代といったような統計が出ております。ここで一番発症しやすいということです。次に、パーキンソン病の症状ですね。ある程度悪くなってからの症状ですけども、4大症状。一番目に、体の固縮、固まる。固まることで硬く体が。二つ目に、心線、震えと戦うと書いて、手足の震えですね。三つ目に、鬱っぽくなる。ネガティブに考えると。四つ目に、一歩の足が出てくるって言って、すくみ足と言いますか。これ四大症状で。また特徴としては、この病気は、進んだら元に戻らないと。要は寝たきりになったらもう戻りませんよという話です。難病ですけれども、今、いい治療薬ができております。要するに進行を遅らす薬ですね。パーキンソン病になっても進行を遅らす薬、現在私もこうやってやっています。昔だったらもう寝たきりになっていたかもしれません。もちろんこの遅らしながら治る薬を今待って続けています。だからどんな難病にも近づいているタイトルで今もこうやって動画を上げて必ず治ると思っています。だって、そうでしょ。ガンと言われたら、一昔はもうおしまいだったですよ。今、ガンと言われても早期発見であれば、7割か8割治りますね。それと、同様に、パーキンソンも必ず治ると信じています。それで私の、その初期症状といいますか、診断される前の症状は、やはり右半分ですね、ちょっと違和感を感じましたね。やはり、震えと、しびれというか麻痺ですね。ひどくはありません。かすかになんとなく違和感を感じます。特に指の震えたりですね、自動車に乗ってブレーキを踏んだりするときにちょっと麻痺を感じたりですね。まあ一番感じたのが、朝顔を洗うときに、中腰になって洗うときに、これが震えが続いた。何日も続くか神経内科の方で検査したところ、パーキンソン病と言われました。まあそういった症状が初期には出たということです。まあ最後に言いたいのは、ストレス化社会でいろいろたまる思いもあるかもしれませんが、ネガティブに考えずにポジティブに、なかなか難しいですけれどですね、言葉で表すのは簡単ですけど、難しいけれども、極力プラス思考で生きていきましょう。では今日はご視聴ありがとうございました。少しはためになったでしょうかね。来週は明るくまた歌を行きます。ではありがとうございました。